対策本部を立ち上げて失敗の原因を調べています。地球を周回する軌道に投入できないと判断し、9時57分11秒にロケットに指令破壊信号を送出し、打ち上げに失敗しました。宇宙航空研究開発機構 JAXA は記者会見を開き、小型ロケットイプシロン6号機の打ち上げ失敗について、ロケットが目標姿勢からずれたため地球を周回する軌道に投入できないと判断したと説明しました。打ち上げからおよそ7分後にロケットに破壊信号を送り、その後海に落ちたとみられるとしています。イプシロン6号機は民間の人工衛星を8機搭載していました。